ミケランジェロ作、ダイアントニオスの苦悩。様々な誘惑をする悪魔たちにもがき苦しむ、ダイアントニオスを描いている。悪魔とは、特定の宗教文化に根ざした、悪しき超自然的存在や、悪を象徴する、超越的存在を表す言葉である。悪魔は、仏教では仏道を邪魔する悪心を意味し、煩悩のことであるとも捉えられる。キリスト教ではサタンを指し、神を、 希望中傷し、人間を誘惑する存在とされる。サタン以外の西洋文化の悪霊も現代日本語では、一般に悪魔と呼ばれたりする。イスラム教においては、悪魔は、シャイターン、イブリースと呼ばれる。宗教によっては神に敵対する者を指し、他宗教の神々への別称ともなる。漢語の、悪魔は、本来、漢訳仏典に由来する、仏教語であるが、現代日本語では、 西洋のサタン、デビル、デーモンの訳語としても用いられている。ハビアンの、ハヒサゲウコには、ジャボ、悪魔、天狗、鬼物といった、キリシタンによるキリスト教の悪魔の翻訳例が、示されている。仏教語としての悪魔は、サンスクリット語、マーラの鬼役、マラ、マと同義である。マという漢字は、死者を指し、超自然的なものを含意する意ふ、鬼と、 マーラの音を表す音符、アサトを組み合わせたものである。唐の丹念によれば、古くは、マと書かれていたのを、針の武帝荘園以来、マと書くようになったと。これは、後期時点にも記されている通説であるが、寮の武帝よりも前の時代に書写されたと推定される、マの字を含む、考古学資料が存在する。日本の民族信仰では、災いをなす原因と想定されるものを漠然と、 擬人的に悪魔と呼ぶようになった。悪魔、魔王を指す西洋語のデビルはヘブライ語のサタンのギリシャ語訳ディアボロスから派生した言葉であり、キリスト教の神に敵対する存在を指す。悪魔とも悪霊ともは訳される西洋語のデーモンの語源はギリシア語の大盲ンである。大盲ンのラテン語綴りデーモンはキリスト教的文脈においてほぼ悪霊。 悪魔の意味で用いられている。英語でもデーモンは、デーモンと同様に、ディメートル・エヌと発音され、ギリシア神話の大門の意味で用いられる場合もあるが、悪霊としてのデーモンの別綴りとして用いられることも、ある。デビルとデーモンはいずれも、ラテン語で神を意味するデウスと同様に、サンスクリットで神を意味する語である、デーバと同じインオーソ語のココンディバイリットの、派生であるという説もある。 英語での悪魔の俗称、オールド、ニックオールド・ニックは、北欧神話のオーディン・オーダンに他ならないという説がある。悪魔を踏みつけるミカエル・アウグスティヌス、神の国恐怖たちは、かつては神に仕えた天使の罪について論じた。中世のスコラ学では、善良な天使と邪悪な天使との人間の交流についての史弁的な論求が交わされた。13世紀に入ると、悪魔の存在が、 現実の危機として考えられるようになり、より具体的、現実的な考察が行われるようになった。特に、悪魔と人間の肉体交渉について、神学者は関心を寄せ、教義の一つへと発展していった。中でも、当時絶大な権威を持っていた神学者、トマス・アクイナスは、悪魔は人間の姿をとって、人間と交わることが可能であり、神の許しのもとに人間に、 あらゆる害を与える力があると主張し、議論を決定づけた。キリスト教神学では、神に対して、無本を起こした、打天使の手先である。神学では、人間を誘惑して堕落させ、カトリック教会を滅ぼそうとするものとされた。また、角、翼、ひずめ、尻尾などを持つ姿で表現されるほか、黒い影でも表現された。一方で、教家のため教会が利用した、 ギリシア語の旧約及び、新約聖書では、悪霊的存在が大盲音と記されており、使徒、パウロ、恐怖アウグスティヌスは、異教の神と悪魔を、同一のものとして記述している。アウグスティヌスは、神の国第十巻において、人を欺く大盲音の危険性を指摘したシンプラトン、学派の哲学者ポルピュリオスの不徹底を批判し、大盲音はべて悪霊であって、異教の神々は、 悪霊が偽装したものであるとした。11世紀の東ローマ帝国の知識人で宮廷の有力者でもあったミカエル・プセルロスは悪魔学の著作を残している。シンプラトン主義的な発想や民族的デーモン感を取り入れたプセルロスの寄信論は東方正教会の中心地であったコンスタンティノポリスで重んじられたほか、ラテン語訳されてルネサンス期に西方教会の領域にも広まった。 悪魔は罠を用いるとされる。悪魔に立ち向かうようにと勧められてはいるが、全世界は悪しき者の配下にあるとされているため、悪魔の罠を見破るのは一般人には容易ではない。イスラームの文化においては、悪魔はアラビア語でシャイターンという。これはイスラム教以前からあったアラブ人の言葉であるアラビア語に由来するが、ムハンマドがユダヤ教やキリスト教の影響下で、 ヘブライ語のサタンに関連づけた。その頭目はダテンシーブリースであるが、キリスト教とは違い、それ以外の悪魔は単なる人に悪さをする人に過ぎない。グノーシス主義では、旧約聖書の創造神ヤハウェが、この世の悪しき支配者とみなされ、悪魔化された。それ以下の偽りの神や悪霊的存在とみなされたものは、アルコーンと呼ばれた。仏教の悪魔を表す。 サンスクリット語のマーラはゴンリ相ウ、部の悪魔相王に書かれている。この子がマラ、悪魔などと簡約される。仏典に見られる悪魔の名称には天魔、ナミシュン、マラ、パーピマンなどがある。この他、インド神話や仏教のマン神殿には、ナムチ、アスラ、ヤクシャ、ラークシャサといった悪神や悪気的存在がいる。各地の神話や土族信仰等においては、 人を傷つけ、あるいは悪い感情を誘発するなど、人を不幸にするような神秘的力を持つ者が語られる例は珍しくない。それが人格を持って語られる場合、それは悪魔的なものとなる。翻訳する際には悪魔とされることもあり得る。彼らの皮脂などはこれに当たる。それらは悪意を持って人を傷つけるだけでなく、場合によってはいたずらが、 予想外な事態を引き起こし、巡り巡って新たなものの誕生などにつながる。そのようなものをトリックスターという。一神教の文化に根ざした西洋の悪魔は、大文字の悪魔と小文字の複数の悪魔とに区別される。後者のような悪霊内視悪気的存在は、多くの宗教伝統の中に見出されるが、前者のような単独の悪魔の観念を持つ宗教は限られている。 悪魔の概念史の研究で知られるジェフリー・バートン・ラッセルは悪の人格化としての単独の悪魔の概念はゾロ・アスター教、古代ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の四宗教に特有のものであると論じている。ただし一神教の立場からマニ教的に言論を回避しようとするキリスト教では悪魔もまた神の非造物であって完全に神から独立した存在ではないとする。 捉え方が一般的である。厳格な一心教であるイスラム教では、悪魔は神の特別な許可によって活動するのであって、神の計画の一部であるとされる。悪魔イコール中傷者、告発者は多くの宗教と文化において、悪の擬人化にして神及び人間の敵であるところの力ある超自然的存在であると信じられている。悪魔は一般に、 異端者や異教徒などの不信心者に関連づけられる。その他の多くの宗教にも、キリスト教の悪魔に類似したトリックスター内し誘惑者がある。悪魔についての近代的な観念には、悪魔は人間の過当な本性や罪深さを象徴しているとする考え方もある。信仰の危機、個人主義、自由意志、知恵、啓蒙などを象徴する偶意とみなされることもある。 比較宗教学の宗教分類で平地されるユダヤ教、キリスト教、イスラム教は様々な名で呼ばれる悪魔を人間をそそのかして罪を犯させたり悪行を働いたりする一人の反逆的な打点しないしデーモンとみなしてきた。アブラハムの宗教における悪魔は元来神とその使いを除く超越的な存在すべてであった。ただ一心教であるユダヤ教は 多宗教の神々を悪魔と称して否定した。その派生であるキリスト教とイスラム教も同様であった。西方キリスト教世界における悪魔は、地中海世界で信仰されていた古代文明の神々が否定され、悪魔とされたものが多く、バール神やモレク神などは代表的なものである。ただし、唯一神以外の神々がすべて悪魔とされたわけではなく、 キリスト教に取り込まれた例もある。その代表例は、勝手はシンバビロニア地域の神々、あるいは神の所属面を表彰する存在であった、ミカエルやガブリエルである。ユダヤ民族のバビロン保守時代以降に、ペルシアの宗教に影響を受けて、ユダヤ教に天使として取り入れられた。ミカエルやガブリエルは、旧約聖書にも登場し、キリスト教では大天使として継承された。 ヨーロッパ土着の神々が矮小化され妖精伝承となったこともあるらしい。人間に試練を与えるための神の道具であったサタンは、旧約聖書において悪魔ではなく人間の敵ではあっても神の僕であった。サタンは大敵と呼ばれ異教の神とは区別された。ディオンフォーチューンは古代世界の際だった宗教の慈悲深い神と悪心のうち悪心は 悪魔とは呼ばれなかったと述べており、その悪心の例として、ヒンズー教の芝、カーリー、エジプトの宗教の瀬戸、ベス、テューポーオン、キリシア神話のプルートを、ヘカテイを挙げている。また、神が悪魔を許容するのは、悪魔が宇宙の水圧遮断器であって、神々の清掃人だからであり、破壊的な力が魔人ではなく神として分類されている理由は、それが宇宙の法則による、 反作用であり、無秩序で乱れた力ではないからだ。キリスト教悪魔学における性も、参照悪魔の姿を見た、という伝承は、古来から様々な形で残るものの、信頼に足る映像記録などは、現在のところ存在しない。悪魔の観念が固定しつつあった11世紀頃の芝居に登場する悪魔は、黒い服を着たグロテスクな異形であり、 今日でもロマネスク様式やゴシック様式の建造物のレリーフにそういったデーモンを見ることができる。よくある類型的な悪魔像は、ある程度人間に似た形をし、肌が紺色、あるいは黒や赤色で、目は赤く、尖った耳を持ち、尖った歯を有する、裂けた口を持ち、頭部にはヤギのような角を生やし、尖った爪のついたコウモリのような翼に、 矢印のように鋭く尖った尻尾を持つ、といったもの。また、かかとがないことも重要な特徴とされる。絵に描かれた悪魔は、これらの特徴のほぼすべてを備えているものもあれば、一部のみを有するものもあるの項目を参照。高等な悪魔は、外見が男性的であったり、女性的であっても実際は、両性具有であるという説もある。中世には、 女性に近づく悪魔は上品な身なりの伊達男や兵士、騎士の姿をしていると言われていた。ペルシア神話や初期ゾロアスター教の悪魔アンラ・マニーは、トカゲヘビ、人間の若者と姿形を変化させることができると、されたが、後期の文献では、実体を持った物質世界は、神の創造した善の領域であり、悪魔は実体を持たず、人間や、悪魔という言葉は、残忍。 非道でずる賢い人間の例えとしても用いられる。議論の方法として、あえて個々人の賛否について、反対の立場から議題を眺め、批判や矛盾点を明らかにするという方法がある。この時の役割を担う人を悪魔の代弁者と呼ぶ。小悪魔という表現は、見せかけの可愛らしさと性的魅力とで男性を誘惑する女性を指すことがある。悪魔のささやきは、 常に完備である。神に従うのは、潔癖さや信仰への忠誠が求められるなど、厳しい道であるが、悪魔に従うのは堕落であり、むしろこちらの方が魅力的な場合が多い。楽器の即引きによる超絶技巧は往々にして悪魔に結びつけられる。神技でもあるのだが、音楽においては、神のそれは、ゆったりしたものとの提験がある。遅いテンポで、 美しい旋律が流れる音楽は天国的と言われる。また、モーツァルトの音楽は悪魔が書かせたものとの言葉がある。音楽美においてアポロン的美とディオニューソス的美を対立させる考えがあり、モーツァルトのそれは後者の代表とされるが、ギリシャ神話は多神教で悪魔の性質も神々が抱えており、中でも酒の神であるディオニューソスは集団的狂乱を呼び起こしたりと、 悪魔的な側面が強い。哲学者のニーチェはこのディオニーソス的な狂乱を美徳と,くとし、ディオニーソス三美の著書を記した。デカルトが我思う、ゆえに我ありを導くために悪魔を仮定したことで知られる。ゲーテのファウストで描かれるところのメフィストフェレスは理性は持っているが五性は持たないことになっている。科学そのものも悪魔とは神話性がある。 科学は積み重ねによって当たり前には人間の手の届かないところまで手を届かせてしまい、あり得そうにない現象をも扱ってしまう。しかもそこに絶対的な善悪を論じない、あるいはその判断が科学そのものからは生まれない。科学の分野でも悪魔の存在を仮定する例がある。ラプラスの悪魔やマクスウェルの悪魔が有名で、いずれもパラドックスに関わっている。 近年でも化学兵器や核兵器など大量破壊兵器に関わる学者は悪魔の科学者と言われることがある。創作の中でのマッドサイエンティストはその例である。ありがとうございます。